り。これも、あれも、これもこれもこれも全部。よいしょ、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 よいしょ。ということで今回はディズニーストアでたくさんお買い物をして、こんなに大きい段ボールが届いたのですごい光ってる。今日はこちらの段ボールを開封していきたいと思います。それではおーチェケラ、じゃーん、オープン、よいしょうわー、え、こんな頼んだっけ、すごい大きい。それではまずは1個目、これなんだ、I love my human。 陶器のワンちゃんや猫ちゃんのご飯やお水を飲むためのボールですね。でも思ったより大きかった。本当はゴマフ用に買ったんですけど、大型犬用ぐらいのサイズだよね。ラディックの顔色大きいよね。とってもついてたりとか、いろんなディズニー作品に出てくる動物がたくさん描かれております。こう見ると犬が、全部犬だ。ワンちゃん用なのかな。そして2個目、はっ、じゃじゃーん、そうなんです、これが欲しかったの。ラプンツェルが好きでラプンツェルグッズを集めてるんだけど、今回はねどうしても可愛くてアリエルのグッズに手を出してしまいました。これラプンツェルバージョンも出てほしいなってすごく思ってます。じゃーん、これアリエルのメイクブラシ立てです。メイクブラシじゃなくてもいいと思うんですけど、こうやってボールペンとかをね立てることができます。貝殻になってて、ここのなんといっても可愛いのがこの貝殻の部分がキラキラしてるんですよ。それがすごい可愛いなと思ってゲットしてしまいました。割れ物だしかなりしっかりしてるので結構重めです。ちょっと今回アリエルネイルにも挑戦してるので買ってしまった。じゃーん、はっ、そう、これもね、アリエル。めっかわー、こちらコットンケースです。上にフランダーがいて、ここもね、ところどころラメラメしているところがあって、このケースの部分もね、ちょっとキラキラしています。で、中はこんな感じ。あ、フランダーの尻尾、尻尾尾びれか。20枚、詰めれば30枚ぐらい入りそうかな。本当は最初買うつもりなかったんですよ。でもどうしてもね、いっぱいいろいろ考えてたらポチってたよね。じゃじゃーん、これなんだっけ。あー、そう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 、今回のディズニーストアのホームページを開く要因となったこちら、これがすごいんですよ。トイストーリー4のグッズになっています。これすっごい人気だったみたいで、私が一回迷ってる間に一回お品切れになったんですよ。じゃーん、あ、すごい、来た。これでもう分かりますか。トイストーリー4に出てきたダッキー&バニーがぶら下がっていたというか、その場所をイメージして作られたアクセサリースタンドです。多分ここにアクセサリーを下げるのかな。で、反対側はね、こういう感じかな。入ってる、何が出るかな。バズーバニー、ダッキーさんです。こんな感じ、あ、つけられるんだ。じゃじゃーん、こんな感じ。ちょっとね、うまくこうかけられなかったので、この銀色の金具の部分を引っ掛けるっていう感じにしました。これは自分のアクセサリー全部っていうよりかは、トイストーリーのアクセサリーをこう飾って楽しむという形にしたいと思います。じゃじゃーん、ずっと欲しかったアイテムです。めっちゃ可愛くない。これラプンツェルの LED ライトです。ドレスの形になってて、スイッチがついてて、せーの、あ、つかなかった。 LR44 電池が3個必要。ちょっと今家にないのでつけることができないんですが、このネジを取って電池を入れるという形になっています。ちょっと割れ物になってるので重いんですけれども、こう鼻もたくさんついてたりとかして、ラプンツェル好きにはたまらないひそしなかなと思います。ラプンツェルコーナーに飾りたいと思います。たまたまチューブ。
そして続いてが、あらかわいい、こちらボーピープの羊ちゃんたち、ビリーゴート&グラフかな。でこれなんとね、動くんですよ。ん、お、どうやったらあれすんの。ねえ待って待って、英語で書いてある、頭部を10回押すと本体が前進します。え、どこも押せない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 押せません。あ、あ、あ、こういうことだ。いくよいくよ、ほら、2,3,4せーの、うわあ、歩いてる。かわいいけど止まった。お、いいじゃんいいじゃん、頑張って。こちら、じゃーん、アクセサリースタンド2個もいらないと思うんだけど、可愛くて買っちゃった。これ飾ろうと思って買いました。こんな感じ、かわいい。トイストリー4って入ってます。で下もなんかね、ボーピープらしくふわふわふわっとしたデザインになっています。下が滑りにくくなっています、滑り止め効果。めっちゃかわいい。裏はこんな感じです。合わせて飾ろうかな。多分さ、こんな感じでピアスだよね、この穴に通すんだと思います。はい、ということで今回はですね、ディズニーストアで大人買いをしてみました。なんか数が多いっていうよりかは一個一個のものが大きかったので、すっごい大きい段ボールで届いたんですけれども、今回紹介した商品かなり可愛くてすごく人気な商品もあるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。